最終キングコング。キングコング西の担当マネージャーの須藤です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はキングコングさんのお二人おりません。今日は東京タワーで行われている西野亮廣光る絵本展のレポートを僕一人でやりたいと思います。それでは早速行ってみます。毎週すごい盛況です。いやマジでちゃんと手前にはプロフィールボールと絵本も置いてあるので、観光客の方なんかが読んでくださったりしております。ちょっとこれは実際に来ていただかないとなかなかわからない魅力があると思うので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。これいつまでやってるんですか？8月の3日から9月8日までやっております。これじゃあこの東京タワーの入場料で見れるって感じですか？そうです、このメインデッキの入場料だけでご覧になれますので、ぜひぜひメインデッキまで足を運びください。ここでのおすすめの写真の撮り方なんですけれども、外の夜景の方を向いていただいて写真を撮るとガラスに光る絵が映って、人間の体の形は夜景の絵になるという絵が撮れますので、毎週メインデッキから下に降りるエレベーター降りてすぐのところに絵本が、直筆のサイン入りの絵本ボックスが手に入るのはここ東京タワーオフィシャルグッズショップだけとなってますので、ぜひお越しください。以上、東京タワーから須藤がお送りいたしました。ありがとうございました。毎週キングコング。